堀江堀江は、大阪府大阪市西区南東部の地域名称。一般的に、北堀江一1から4丁目と、南堀江一1から4丁目を指す。郵便番号は、北堀江が550の0014、南堀江が550の0015。東を、西横堀川、埋め立て。現、阪神高速1号環状線北駅。 南尾道トンボり川、西道トンボり川とも、西尾木津川、北尾長堀川、西長堀川とも、埋め立て。現、長堀通りに囲まれた地域。東は島の内、南は南波、港町、桜川、西は寺島、千代崎、北は下線上に隣接する。西横堀川から分岐して、中央を清流する堀江川、埋立によって、 北堀江南堀江に分かれる。昭和18年、1943年まで、西区に所属していた道頓堀川南岸の何枠、幸い町1から3丁目を含む場合もある。堀江は、大阪城下の南西端に位置し、陸地になったのが、最も遅い低出地であり、開発は遅れた。石山合戦の時期は、この地域はまだ海だったと思われ、 石山本願寺を支援する毛利をはじめとする大名と、織田信長法の水軍同士の戦闘、木津川の戦いがこの付近で行われている。堀江川改作と堀江新地の開発以前には、堀江という地域区分はなく、西横堀川沿いに、横堀五福町、道頓堀川沿いに新南場町、木津川沿いに、下、曝露町、長堀川沿い総務町、 二郎米町と延辺部に町があるだけだった。慶安元年1648年に玉造り口定番の屋敷地拡大のため、玉造りの八つの町、日本松町、北、新町、大津町、東伊勢町、伏見伊勢町、伏見清水町、伏見長屋町、越中町一町が、下幕郎町の内側に移転して新玉造り八町が、 成立したが、それでも大半は荒れ地の状態にあった。江戸幕府は、天羅三年、1683年に、淀川水系の河川改修を、川村瑞賢に命じ、河川改修と並行して、新地開発も行われるようになった。安治川改作と安治川新地、道島川、曽根崎川改修と道島新地が成立した後、元禄十一年、1698年から、 堀江川改作と堀江新地の開発が始まった。堀江川の名は、仁徳天皇が開いたという、南波の堀江に由来するが、両者は場所が一致せず直接の関係はない。南波の堀江は、上町第一北端から、現在の水田市越作あたりまで、長く伸びていた、万伊佐五帯という笹を切り開いて、当時の淀川水系、大和川水系を整流させたもので、 現在の大川天馬橋付近にあたる。堀江新地の開発によって、堀江に24町、小池通り1から6町目、北堀江1から5町目、南堀港1から5町目、立花の通り1から8町目が成立。同時に道頓堀川の南岸に5町、幸井町1から5町目、安治川改作により、旧稼働となった、古川沿いに4町、富島1から2町目、 古川一から二丁目が成立し、堀江新地三十三丁と総称された。なお、堀江新地に含まれない、遠辺部の町は、その後二十二丁を数えるようになった。堀江新地は、大阪では、最後発の町であり、開発にかけた資金を回収するため、幕府は商業に対する、様々な優遇策を打ち出していく。これら優遇策により、堀江は徐々に賑わいを見せ始める。 堀江新地には寺を作る広い土地が確保され、元禄11年、1698年、和光寺という大きな寺が作られた。長野の善光寺は、本田義光が南波の堀江から近藤生、阿弥陀像、金明天皇の時代に、九だらの清、清明王から検定されたが、仏教を嫌う、地球勢力によって川に投げ捨てられたを拾い上げて故郷に祀ったことが、 起源とされているが、これにちなみ知前善商人が、この場所こそ、善光寺如来の出の地であると自動を建立した。この寺には大きな池があって、真ん中に、浮見道があり、阿弥陀如来を祀っていたため通称、阿弥陀地と呼ばれ、親しまれ、周辺は、娯楽の中心となっていった。境内及び周辺には、公尺の寄せ、浄瑠璃の席、大宮や、洋弓、操り芝居、 春技の見せ物や物売りの店が並び、2月の、値半会に4月の漢物会は、特に賑やかだった。富屈の工業や、植木種も有名であった。なお、和光寺が立地する堀江新地北部の当時の町名、大池通や、堀江の西部を南北に貫く通り、阿弥大池筋の名はこの寺に由来する。大阪相撲も堀江が発祥である。江戸初期は、気風が荒々しく、 相撲工業は、観客同士の喧嘩、口論、暴力沙汰が絶えなかったため長い間幕府により、禁止されており、最初は自社への寄進名目の肝心相撲しか許可されなかった。自社への寄進を目的としない工業的な肝心相撲は、大阪の南堀江で、元禄十五年、1702年に解禁され、以後様々な力士らが肝心元となり職業相撲を繰り広げ、やがて、 大阪相撲が、公の許可で、相撲工業ができるようになったため、全国の力士が試合のため堀江に集まるようになり、18世紀後半までは、日本中の相撲の中心地となった。芝居も、盛んになり、豊竹この太夫らが、人形浄瑠璃を、堀江で演じるなど道頓堀の芝居以外に負けない、賑わいを見せた。また、お池2の堀江遊郭は、幕府公認の三大遊郭の一つ。 新町遊郭に匹敵する、賑わい見せた。様々な人形浄瑠璃や、浮世造紙など、小説の舞台となっている。この地の町人の中にはやがて、大阪の他の町とも共通することであるが、家業の片ら趣味で学問をはじめ、哲学や自然科学に大きな功績を残すアマチュア学者も増えた。特に、堀江の酒造家、坪屋吉江門子と、 村健足木村県阿詩堂木村県家七1736年から1802年は、少年時代から本草学を研究し、文人画家でもあった。特に、自宅に日本だけでなく、関石や西洋の博物学書籍、中国の書が、動植物や鉱物の標本、地図など膨大な資料を集めた、図書館や博物館のようなものを作っていた。伊藤若冲に代表される、 諸国より大阪に来た学者、文人、画人は、県足道の収集物を閲覧し研究するために、堀江を訪れた外に観断、議論をし、全国の様々な知識人の出会いの場、学問や知識の情報交換の貴重な場となっていた。江戸時代の堀江はたびたびお火事を出した。住民の失火ばかりでなく、町内に密集する金属精錬の作業場も出火原因の一つであった。 源氏元年、1864年8月には、南堀港の西横堀川周辺に集中していた、道武器屋など、金属製錬業者、金属加工業者の中から出火し、付近一帯を消失した。また、元が低湿地だったこともあり、淀川水系の氾濫や、台風の高潮では、大きな被害を出した。川村瑞賢の禄の工事の後も、大阪の河川は、 上流からの土砂が溜まり川底が浅く、洪水や高潮が起こりやかった。大きな船も川底の浅さのため市内に遡れない状態で、以後明治中期に至るまで何度も河川改修の陳情が出されている。高潮や洪水ばかりでなく津波も堀江を襲った。安政元年1854年11月4日、遠州灘から 紀伊半島南東沖一帯を震源とするマグニチュード8.4の巨大な南海地震、安政内海地震に伴って発生した津波では、四国や紀州に壊滅的な被害が起こったが、稲村の日の逸話は有名である、大阪湾王の天保山にまで山のような津波が押し、宿り行き大阪中の川に深い泥水が侵入した。揺れる地面や家屋の倒壊を恐れた住民は堀や川に浮かぶ船に避難したが、 これが被害を拡大した。無数の船が津波に押し流され、上流に殺到し、道頓堀川などに架かる橋に、次々衝突して転覆しその章で橋を落とし、船中や、橋上の人は川に投げ出された。大小の船がさらに下流から押し流されてきて、転覆した船や壊れた橋の上にうず高く、折り重なった。川沿いの家々も津波によって浸水し破壊され、これらの要因で、 多くの犠牲者が出た。実は法令4年、1707年の法令地震の大津波でも全く同じように、船による被害が出ており、その教訓が忘れ去られたゆえの悲劇であった。幕末以降も、水運に便利な堀江は、物資の集散地、生産地として栄えた。明治3年、1870年、岩崎弥太郎は、 長堀川のカツオザハシミナミズメにあった土佐藩の倉屋敷で藩が始めた99商会の監督に任ぜられた。翌年の廃藩地検後、99商会は個人事業となったが、八太郎は県から土佐藩所有の船三隻を買い受け、1873年に三菱商会と解消し、海運と商事を中心に事業を展開した。 翌1874年に本社を東京に移転したが、これが三菱グループの始まりであり、今でも堀江の倉屋敷跡にある土佐稲荷神社はグループの原点に位置づけられ、グループ会社の役員たちが参拝している。関西電力の前身である大阪電灯は明治末期、燃料輸送に便利な南堀江の道頓堀岩に発電所を作った。 このレンガ造りの建物は後に宇治川電機の変電所となり、その後長らく倉庫として使用されていたが、関電の超高層マンション建設のため2004年に取り壊された。堀江周辺は四橋筋を走る市電南北線、長堀沿いに走る東西線などが交差し、道頓堀川の南側の対岸には関西鉄道の港町駅、 吉野の材木を大量に大阪へ運び込んでいた、高野鉄道の潮見橋駅が開設されるなど交通も、支演であり、多くの市民が住み、働き、また茶屋や芝居小屋、劇場や寄せなどで遊ぶ地域として繁栄した。幕末には四十六町あり、内東西方向の町が三十六町、南北方向の町が十町だった。東方向の町、北から、 南の順南北方向の町、東から西の順、慶応三年1867年に恵比寿の字の使用が禁止されたため、新恵比寿町が新し恵ぐ町、新恵町に改称された。明治四年1871年に白髪町、長堀富田山町、宇和島町の各堀江川が、南白髪町、南戸田山町、南宇和島町に改称。 新南場西の町が新南場町に改称、長堀平門町の堀江川が吉野山町に編入、新南場中の町が特殊町に編入、新南場東の町が釜山町に編入された。明治5年、1872年の町名改変で49町に改編され、内東西方向の町が43町、南北方向の町が6町となった。 東西方向の町、北から南の順南北方向の町、東から西の順。明治45年、1912年に北堀江下通が北堀江を池通りに改称され、大正14年、1925年に北堀江裏道2から1丁目が北堀江上通り5から4丁目に改称された。堀江は大阪大空襲で怪人に返したものの、 再び材木業や家具販売業、堀江遊郭、赤線などが復興した。しかし時代は水運から陸運へと変わり、堀江をめぐる川は西道とんぼり川と木津川を除きすべて土星長期に埋め立てられた。渋滞の激しく土地の狭い市内から材木業は郊外へと移転した。堀江遊郭も廃止されその面影は雑居ビルや駐車場となり消えていった。 家具屋街として知られた立花通りは、高度成長期、とりわけ段階の世代の結婚的霊気と重なった1970年代には、空前の繁栄を見たが、次第に、市民の郊外への転居、郊外の大型家具店の登場で捨てれ始め、1990年代には、人通りがほとんどないまでに錆びれてしまった。昭和34年、1959年の、 町名改編で45町に改編され、すべて東西方向の町となった。東西方向の町、北から南の順、昭和53年、1978年に現行住居表示が実施され、8町となった。堀江地区に西大橋駅が開業し、さらに木津川を挟んだ近隣地域に大阪ドームが開業した平成9年。 1997年頃を天気に、堀江は再生への道を歩み始めた。廃業寸前だった立花通りの家具屋は、バブル崩壊後、段階の世代を中心とした息子たちの代の経営者に代替わりし、1992年頃から、オレンジストリートの愛称や、フリーマーケット、ベストカップルコンテストなど若者向けの催しを企画し始めたが、西横堀川、 阪神高速1号環状線の東側のアメリカ村からは若者がなかなか流れてこない状態で家具を購買させるには至らなかった。それでも催しや家具フェスタなど家具の街を呼びかけ続けて模索するうちに好期が到来した。2001年頃には大阪へ進出する店舗が堀江にやつぎに開業し、地元勢もカフェやギャラリー、医療店の複合店舗などを 次々回転した。立花通りの人通りは激増した。旧来の家具屋もセレクトショップのテナントビルに移行するものや、若者向けのインテリア店や高級インテリア店として改装するものが現れ、再び立花通りは家具選びの選択肢として浮上するようになった。双方や小規模事務所なども新規に改良し、デザイナーらの拠点としても機能し始めた。 この結果、大阪の地下が下がり続けた2000年代前半、勢いのある商業地として評価された、堀江の四つ橋筋沿いの地下は下げ止まるようになった。また、治安も以前と比べて大幅に改善されている。2005年現在、店舗の立地は、立花通り沿いから四つ橋筋の新築の大規模ビルや、路地裏の町や、長屋など、多様化し面上の広がりを見せ、業種も、 服やインテリア、カフェのみならず、ますます多様化、細分化している。地域は、旧来の店舗や住宅、オフィスビルと、それらを改装した新しい店舗、新築の現代建築、緑の多い公園などが混在し、北や南といった旧来の大阪の商業中心的な繁華街にはない、緩やかな空気が流れている。また、立花通りや堀江公園を中心とした、 南堀江中心の出店が北、堀江や何は筋より西の方にまで広がり、さらに新町や強公園、南千葉、震災橋などともつながりを持っていることも注目できる。地元住民が近年の活況で自信を取り戻したこと、なおかつ無秩序な店の出店には歯止めをかけている功績も大きい。こういった活況が大阪市役所など行政の手によらず、 志を持った住人たちの力で起こったことは街の再生の成功例として評価されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。